ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。刺身にしてやる。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸縁三に栄えしよくやる。世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝えよ。新しき世の先駆けとなれと。はよいたせ、酔いの冷めぬうちに。秀の字、吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。